アトラスオオカブト族は、昆虫湖昆虫目カブト虫やかに属する分類群。アメリカ大陸のヘラクレスオオカブト族に対して、東南アジアを中心に分布する。世界で3位、アジアで1位の体長を持つコーカサスオオカブトや、大量に輸入されているアトラスオオカブトなどが含まれる。3本の角と光沢のある体、それに力が強く、闘争心が旺盛であることから、 カブトムシの中でも、とても人気のあるグループの一つである。学術名から、カルコソマ族と呼ぶこともある。大型、かつ長角型のオスの場合、角の先端から微端まで、長さは100から120ミリに及ぶ。足はいずれも長く、特に不節と爪が長大鋭利に発達し、垂直かつ比較的直径の細い樹幹での歩行、付着能力に富む。 全強制多孔円と上羽前円は双方がナイフのように平たく鋭く尖っており、全中強制関節を髪型に反らせるとそれらが爪切りのような刃物として機能する。これは主に天敵の霊長類に対する防衛手段と考えられている。人間が手などを挟まれると皮膚が切断されて出血することもあるほどである。アトラスオ,オカブト族の最大の特徴は三本の角で、 あり、実際英名では、スリーホーンビートルと呼ばれる。頭角一本と胸角二本からなり、胸角の間にも一本の突起がある。喧嘩の際には、頭角と胸角で挟み込むなどして、音が出るほど激しく組み合い、その迫力は波ではない。これも人気の高さの大きな要因となっている。角の変異本属は、体のサイズに必ずしも比例しない角の変異が、 一印。これは、角の長さと体のサイズが、ほぼ比例関係にある日本のカブトムシと大きく異なる。点であり、体のサイズが大型でも角が痕跡程度の突起でしかない個体もいる。カブトムシの変異体では、角の長い順に長角型、中墨型、短角型と呼ぶこととなっているが、長角型では体長の半分程度、中墨型では三、四分の一ほど。 単角型では、ただの突起のようにしか見えなかったり、極端な例では、角のある部分が隆起しているだけの状態になっているものまである。また、硬化カサスオ以外では単角型の頭角の先端は3本に枝分かれする。これらの変異は、幼虫児の生育環境によるとされており、自然の環境を再現するのが困難な飼育下での繁殖では、 思い描くような聴覚型を出すのは難しいとされており、不要度を使うなど試行錯誤が続けられている。角による識別、コーカサスオオカブトとアトラスオオカブトを識別する一番簡単な方法は、頭角の突起を調べることである。頭角の突起には、尖ったものと山形の緩やかなものとの2種類があるが、コーカサスオオカブトは尖った型を有し、 アトラスオオカブトはアシュによって山形の突起があるか何もないかである。ただし、ジャワーコーカサスは両方備えており、一部では両種の雑種説も囁ささかれている。ちなみに、モーレンカンプオオカブトには尖った突起がある。本属のオスは外皮の天国をほとんど持たず、金属光沢を示す。学名のチャルコソマは、チャールコが聖堂、ソーマが体を意味し、これは、 体の金属光沢からつけられたものである。この金属光沢は、オスでは顕著だが、メスでは、全胸部は、表面が荒く、全脂には、縁画のオオカブト以外には、毛が生えており、見られない。この体毛は各種によって、生え方に、若干の違いがあり、元々似ている上に、判別の決め手となる頭角の突起の有無を、確認できないメスにおいての数少ない識別方法と、 なっている。また、猛連冠布をかぶとの場合は、全胸の形が異なることでも識別できる。なお、メスは、天国が広く密集し、ほのげが多いため光沢は、乏しい。前足は長く、爪は鋭い。威嚇の際には前足を振り回し、角を使うに及ばない相手であれば、前足を使って投げ払う戦法を取る。力も強いため、手に乗せると爪が食い込み、 出血の恐れがあり、また話すのも大変であるため、厳禁である。飼育下では十分な大きさの止まり木を用意することが難しく、マット上では長い足を持て余して、不説を失うことがよくある。ありがとうございます。